いゴールキーパー、あでも勝てるゴールキーパーなら何でもいいかなっていうふうに思います、ね、究極はどんだけ上手くてもやっぱりダメですし、負けちゃうダメですし、試合に勝てるキーパーっていうのがやっぱり一番いいかなっていうふうに思います。それこそキーパーって多分運も大事だし、まあ、そういったのも全部ひっくるめて、もちろん技術的も大事ですけど、だけどやっぱりチームとして勝てるキーパーっていうのが僕は一番いいかなっていうふうに思います。そういうのはまあプロ入った時から変わんないですけど、やっぱり一日一日の練習を全力で取り組むこと、そういうのがやっぱり試合に出てくると思うんで、まあ、キーパーってよりそういう部分が何だろうな大事だと思うんで、やっぱり出る人って一人しかいないし、だから何て言うんだろうな、一個一個サボらずやっていくのが自分の力になると思うし、そういうのが本当試合に出るんで、自分の中では真摯にやることと、まあ、謙虚にやることっていうのはすごい高校からずっと胸の奥にしまってやってます。やっぱり自分が調子乗ったなって思った時は、いや謙虚にやろうとか、自分がちょけてるなと思った時は真摯にやろうっていうのは常々思ってます。やっぱキーパーってなんかそういう細かいところがプレーに出るというか、それこそさっき言った運の部分だったりもあるんで、そういうのがなんか真摯にやったり謙虚にやったりしてたら、うまく試合で結果で転がり込んでくるんじゃないかなっていう甘い考えですチームの目標、まあ、監督 ACL 圏内って言ってましたし、まあ、そういったところにそれ以上の順位をもっと食い込んでいけるように、まあ、今チームとしてはあんまり勝ててない状況ですけど、まあ、どん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 一試合一試合チームが成長して、まあ、ACL 圏内優勝を目指して、頑張っていきたいというふうに思います。